狂気の山脈にて。シル、H、P、ラブクラフト、訳、ザ、クリエイティブキャット。Novella written in February March 1931 and originally serialized in the February, March, and April 1936 issues of Astounding Stories. 理由を知らぬ科学者たちが忠告を聞き入れなかったため私はこの陳述を余儀なくされた。現在位とされている南極への侵入。大規模な化石狩りと大掛かりなボーリング及び太古の万年氷雪の融解等を伴う計画に反対する理由を述べることは、全くもって私の意に反するのだ。私の発する警告が無駄になるかもしれないと思うと、なおさら気が進まない。私はリアルな事実を開示しなければならないのだが、それらに対する疑念は当然起こるべきものである。だが、途方もないもの。信じがたいものを除いてしまえば後には何一つ残らないだろう。これまで発表を見合わせてきた写真。通常の写真も航空写真もあるのだが、それらは忌々しいほど鮮明かつ写実的なので私に味方してくれるはずだ。それでもなお、それらは巧妙な捏造が可能な遠距離撮影であるため疑われることになろう。インクによる線画は無論のこと明白なペテンだとして馬鹿にされて終わりだ。美術の専門家を瞠目させ当惑させる技巧上の特異性にもかかわらず、最終的には科学界の指導的人物たちに判断を委ねる必要がある。一方で私自身のデータが持つおぞましくも信頼に足る進化を、大いに当惑するような原始神話群の光に照らして評価できるだけの自立した思考を持ち、また他方で世界の探索者たちに対して、かの狂気の山岳地帯に押し寄せ、あまりに野心的な探査計画を試みたりすることのないように、思いとどまらせるだけの影響力を持つ少数の科学者たちだ。激しく突飛でありまた高度に論理を呼ぶタイプの事柄が関わる場合、私自身や同僚を含め小さな大学にしかつながりのないどちらかというと日陰者の研究者が、世人に印象を与えられる機会をほとんど持たぬことは不幸な事実である。さらに、主に関係してくることになった分野において我々が厳密な意味では専門家というわけではないという点が不利に働く。一地質学者として、私がミスカトニック大学調査隊を率いた目的は、南極大陸の様々な地点の深い地層から岩石と土壌の標本を採取することに尽きるのであって、これを本学工学部のフランク H. ピーボディ教授の考案になる注目すべきドリルの力を借りて行おうとしたのだ。それ以外の分野におけるパイオニアになろうなどと思ったことはなく、ひとえにこの新装備を用いてすでに探索された経路上の異なる地点をいくつか当たれば、従来の採取法では到達できなかった種類の物質を白日のもとに晒し得るだろうと踏んでいたのである。我々の報告によって周知となった通り、ピーボディ型掘削装置は、その軽量さと可搬性とに加え、通常の掘り抜き用ドリルの原理と、円形小型削岩機器の原理とを組み合わせる能力によって、高度が様々に変化する地層に素早く適合できる点で独創的かつ革新的だった。鋼鉄製ドリル頭部、連接棒、ガソリンエンジン、折りたたみ式木製デリック、発火道具一式、ケーブル類、ハイド除去用オーガー、幅 15cm 強全長 300m 強までの掘削口に対応できる連結式パイプ。および必要な付属品を合わせても7頭立て犬ぞり3台で運搬できる重量に収まっていた。これはほとんどの金属部品に巧みなアルミニウム合金を用いたため可能になったものである。南極大陸で必要となる。恐るべき高高度飛行向けにピーボディによって装備された。燃料加温装置及び急速始動装置を搭載する。特注の大型ドルニエ機を4機用いれば、我が調査隊のすべてを代表艇の縁に設営された基地から、内陸の好都合な種々の地点へと空輸することができ、そこから先は適切な犬ぞり隊が役立つことになろう。我々は南極の柿一回の間に、どうしても必要とあればそれ以上かけても、でき得る限り広い面積をカバーする計画で、主として山岳地域とロス海南方の高原で行動するつもりだった。シャックルトン、アムンゼン、スコット、
およびバードが種樹の程度まで探検した領域だ。航空機を用い、地質学的に意味のあるだけの距離を置いて次々にキャンプを移動していけば、前例のないほど大量の物質、特にこれまでのところ、南極からはわずかな範囲の資料しか得られていない。先カンブリア紀の地層のものを発掘することができるだろうと期待していた。我々はまた、より浅い層にある種樹の化石を含む岩石を、可能な限り余たく獲得したいと思っていた。この氷と死が支配する荒涼たる領域における最初期の生物史は、地球の過去についての我々の知識にとって最高度の重要性を持っているからだ。かつての南極大陸は温暖なあるいは熱帯性ですらあった地で、植物や動物で溢れていたのだが、現在はそれらの中で地衣類、海洋動物相、雲が多行、ペンギンが大陸北端に生き残ってるだけだ。という説は広く知られており、我々はこの説を拡張し、多様化、精密化、詳細化したいと望んでいたのである。簡単なボーリングで化石を含む兆候が見られたら、適切な大きさと条件の資料を得るため、葉っぱによって海溝部を広げるつもりだった。ボーリング可能な深さは上部の土壌や岩石の様子によって異なったのだが、地層が露出している、ないしは露出しかけている地点でのみ行うことになっていた。必然的に斜面や稜線部ということになる。標高の低い水平な部分では硬い表層の厚さが 1km 半から 3km に及ぶからだ。相当量の単なる氷を掘り進むなどといった無駄なことに費やす余裕はなかった。それでもピーボディは、一連のボーリングを限局した面積の中で互いに近接させて行い、それらの中に導電極を埋設してガソリンエンジン駆動の発電機によって電流を流し、当該地域の氷を溶かす計画を進めていた。この計画、我々程度の調査隊では試験的にしか実行できなかった。こそ、来るべきスタークウェザー、ムーア調査隊が追試しようとしているものなのだ。我々が南極から帰島して以来表明している警告を無視して、一般大衆がミスカトニック大学調査隊を知っているのは、アーカムアドバタイザー誌や AP 通信向けに頻繁に行った無線による報告を通じてであり、また後になってピーボディと私が書いた論文を通じてである。調査隊は、本学からの4名、ピーボディ、生物学科のレイク、物理学科のアトウッド、気象学者でもあった、および私であり、私は地質学科を代表するとともに名ばかりの指揮官であった。に加え16名の助手がいた。本学大学院生7名と熟練した技術者9名である。この16名中12名は飛行機の操縦資格を持ち、2名を除く全員が無線通信の有資格者だった。柳がピーボディ、アトウッド及び私同様にコンパスと6分儀による航法を理解していた。さらに、もちろんのこと、2隻の船、元は木造の捕鯨船だったが、氷の多い海域向けに補強してあり、補助蒸気機関を搭載していた。には十分な乗員がいた。ナサニエル・ダービー・ピックマン財団が、何件かの特別な援助を得て、遠征資金を調達してくれた。それゆえ、さほど世に知られていなかったにもかかわらず我々は準備万端整えることができたのだ。犬、ソリ、機器類、キャンプ用具、分解した5機の航空機がボストンに配送され、そこで船積みされた。我々の装備は今回の目的に即して驚くほど良好で、補給、健康維持、輸送、及び設営について極めて優れた先人たちの経験を参考にすることができた。我々自身の調査が、それ自体は十分に大きな規模だったのだが、世界の大衆からほとんど注目されなかったのは、彼ら先達たちがあまりに甘たくまた名高かったためだ。新聞記事にて記報の通り、我々は1930年9月2日にボストン港を出帆し、沿岸をゆったりと下るとパナマ運河を通過、サモアとタスマニア州ホバートに寄港し、後者にて最後の物資を積載した。調査隊の中でこれまで極地に赴いた経験のある者はいなかったので、
皆、船長らに頼るところが大きかった。ブリップ船アーカム号を指揮し海上隊の指揮官でもある J.B. ダグラス船長と、バーク船ミスカトニック号を指揮するゲオルク・トルフィン船船長。二人とも南極水域におけるローレンの捕鯨者だった。住民のいる世界を後にするにつれ日増しに太陽は低く低く北に沈んでいき、より長く長く水平線上に留まるようになっていった。南緯62度付近で最初の氷山。垂直に切り立った側面を持つテーブル状の物体に包着し、その後流氷にだいぶ悩まされながら、10月20日、ふさわしくも奇妙なる祭礼と共に南極圏に入った。熱帯地域における長い航海の後の気温の低下に私は並行したが、この先もっと厳しい震えが来ることになるぞと気を引き締めた。不可思議な大気光学現象に何度も魅了され、その中でも蜃気楼、こんなのは初めて見た。には驚くほど生き生きとしたものがあり。そこでは遠くの山海が想像すら及ばぬ宇宙的城郭の鳥獣岩となったのだ。幸運にも多量でも厚くもない氷を押しのけながら、南緯67度東経175度の地点で我々は再び開けた海面に出た。10月26日、強烈な、陸打つ、が南に現れ、昼前には全員が興奮に打ち震えた。高々とそびえ立つ雪をいただいた途方もない山々の連なりが出現し、目の前いっぱいに広がったのだ。ついに我々は大いなる未知の大陸、その凍りついた死が支配する謎の世界の賭博地に到達したのである。明らかにこれらの峰々はロスが発見したアドミラルティ山地であり、我々はここからアデア岬を回ってビクトリアランドの東岸を下りマクマード湾に達することになっていた。エレバス火山の麓にあたるその岸辺、南緯77度9分の地点に基地を設営する予定なのだ。航海の最後の一漕ぎは鮮烈で幻想を呼び起こすものだった。どこまでも連なる不毛の峰々が巨大で謎めいた姿を西にそびやかし、北からぼんやりと低く照らす昼の太陽が、またさらに低く南に霞む真夜中の太陽が白雪を赤く染め、青い氷と狭い水面とわずかに黒く露出した花崗岩の斜面に斜光を注いでいた。恐ろしい南極の風が小絶した山頂で間欠的に吹き荒れ、時としてその律動はそやで半ば意識的な笛の演奏をなんとなく思わせるものがあった。その音程は広範囲に及び、何か潜在意識かの記憶によって、私は不安を、また暗い恐怖感をすら覚えたのだ。その光景の難物化が異様で心乱すニコライ・レーリッヒのアジアの絵画を連想させ、さらにはもっと異様でありまた不安をかきたてる邪悪な伝説の地、クルエル・アラブ人アブドゥル・アル・ハズレットのネクロノミコンに述べられた、かの連行言を思わせた。後になって私は、自分が大学図書館でこのおぞましい書物を目にしてしまったことをむしろ後悔したものだった。11月7日、我々はフランクリン島を通過し、西方の山地が一時的に見えなくなった。翌日、前方にロス島のエレバス山とテラー山の円錐型の山容が現れ、そのあちらにはパリー山脈が長い影を引いていた。今や東に向かって大氷堤が作る白く低い線が伸び、ケベックの岩の絶壁のように60メートル弱の高さまで垂直に立ち上がって、これが南への航海の最終地点となっていた。午後にはマクマード湾に入り、岸から距離を置いて、噴煙を上げるエレバス山の陰に停泊した。スコリアからなる頂が東の空を背景に3800メートルの高さにそびえ、聖なる富士山を描く日本の版画のようだった。さらにその奥には白く幽霊のような標高3300メートルの旧火山、テラー山がそびえていた。エレバス山からの噴煙が間欠的にやってきて、大学院生の一人、ダンフォースという名の聡明な若者、は雪の斜面に見える溶岩のようなものを指差し、疑いなくこの山こそが、1840年の発見から7年後にポーが一つの死をものした再イメージの元となったのだと指摘した。The lavas that restlessly roll. Their sulfurous currents down your neck.In the ultimate climbs of the pole. That groan as they roll down Mount Yonek.
In the realms of the boreal pole. せわしなき溶岩の流れ、溶を渦巻きてヤーネクを下る、比類なき極の高みにて、うめき苦しみ声を上げつつヤーネク山を下る、最北の極の領土にて。ダンフォースは奇怪な書物の乱読者で、ポーのことをよく口にしていた。私自身、ポーの唯一の長編、新乱す謎めいたアーサー、ゴードン、ティム、に出てくる南極のシーンのせいで関心があった。不毛の岸辺に、背景をなす高い氷底に、グロテスクなペンギンたちがガーガー鳴きひれをバタつかせ、水上ではたくさんの海氷類がゆっくりと流れる氷海の間を泳いだり大の字になって漂ったりしていた。翌9日へと日付が変わった直後、我々は小型ボートを用いて苦労しながらロス島へと上陸を果たし、それぞれの船から一本の作具を引っ張っていって二股部位の要領で物資の荷下ろしを行うための準備とした。我々に先んじてスコットとシャックルトンがまさにこの地点に上陸したとはいえ、初めて踏む南極大陸の土の感触は感動的でありまた複雑だった。火山の麓にあたる凍った岸辺に設営したキャンプハークまで暫定的なもので、調査隊本部はアーカム号を船上に留めた。我々は掘削装置、犬、ソリ、テント、食料、ガソリンタンク、試験的な誘拐機器、通常のカメラと記載カメラ、飛行機の部品、3台の可搬式小型無線機、飛行機に搭載してあるものの他に、を含むその他付属品をすべて陸揚げした。これらの小型無線機は南極大陸における探査、天のどこからでもアーカム号の大型無線機と交信することができた。船の大型無線機は外界との交信を行い、報道機関向けのレポートをマサチューセッツ州キングスポート岬にあるアーカムアドバタイザー氏の強力な無線局に送信するものとなっていた。我々は南極における一夏の間に全作業を終えてしまいたいと希望していたが、それが不可能だと判明した場合、我々隊員はアーカム号で越冬することとし、海が氷結する前にミスカトニック号を北に派遣してもう一夏を過ごすための物資を確保する予定だった。我々の初期の活動について新聞がすでに報道した内容を繰り返す必要はない。エレバス産の盗犯、ロス島の数箇所での鉱物の発掘と、硬い岩盤であったにもかかわらずそれを比類のない速さでやってのけたティーボディの装置、試験的な装置による小規模なトール氷実験、ソリと補給物資を伴う手の汗握る大氷底の投範、氷底の上でついに5機の飛行機を組み上げたこと、上陸隊、20名の男とソリを引くための55頭のアラスカ犬、の健康状態は大変に良好だった。もっとも、当然ながらこれまでの間、本当に破滅的な低温や大嵐に出くわしてはいなかったのだが、ほとんどの場合寒暖計は摂氏0度から20度ないし25度の間を上下していて、我々はニューイングランドの冬の経験からこの種の厳しい気候には慣れていた。氷底上のキャンプは半恒久的であり、ガソリン、食料、ダイナマイト及びその他必需品の備蓄基地として供される運命にあった。手持ちの飛行機のうち4機があれば、実際の調査活動に必要となる資材を輸送することができたので、5機目は1名の操縦士及び船からの2名のスイフと共に備蓄基地に待機させ、調査用の飛行機をすべて失った場合でもアーカム号との行き来ができるようにした。後になると、装備輸送用の飛行機の割り当てに余裕がある時には、ベアードモア氷河の先、マクマード湾から1000キロから1100キロ、南にある広大な高地に設営したもう一つの高級基地とこの備蓄基地とを結ぶシャトル便として 1.2 機を利用したものだった。高地から吹き下ろすゾッとするような暴風や嵐はほとんど常に問題になったのだが、それでも我々は中間基地を設営しないで済ますことに決めた。こうすれば資金の節約になり、おそらくは効率的でもあろう。無線報告は11月21日に我らが飛行隊が行った。息を飲むような4時間に及ぶ無着陸飛行について語っている。我々は背の高い棚氷を越えて飛んだ。西方には大いなる峰々がそびり立ち。発動機の音に応えるのは計り知れぬ深さの静寂だけだった。
風の影響は大したことがなく、一度きりのため視界が遮られたがラジオコンパスの助けで切り抜けることができた。南緯83度と84度のまで前方に飄々たる隆起が迫り上がって見えてきたとき、世界最大級の谷氷河の一つであるベアードモア氷河に到達したことを知った。ここから先、凍った海面が威圧的で山がちな海岸線に席を譲ることになる。ついに我々は最果ての南の地、白い悠久の死の世界へと本当に入りつつあるのだ。それを理解したまさにその時、遥か東に南仙山の頂が4500メートル、もの高さにそびえるのが見えた。南緯86度7分東経174度23分の氷川上に南方基地を成功裏に設営したこと、ソリ行き及び短時間飛行によって到達した種々の地点における驚くべき高速かつ効果的なボーリングと発破作業、これらは歴史的な事業である。険しい南仙山をピーボディと2名の大学院生、ゲドニーとキャロル、が12月13日から15日にかけて征服したことも同様だ。我々は海抜2600メートルほどの地点におり、試験採掘によって雪と氷のわずか 3.6 メートル下に土の層があることが判明したいくつかの箇所において、小型トール合理装置を駆使して発破用の小穴を開け、ダイナマイトで爆破した。このようにして我々は、以前の探検家たちが思っても見なかった天宅の地点から鉱物の標本を採取することに成功したのだ。各採取された先カンブリア紀の花崗岩とビーコン砂岩。この高地が南極大陸のうち大きな面積を占める西側部分と同一であって、南米大陸の南側に位置する東側部分。我々はこれがロス海とエッペル海との間の凍れる接合部によって大きな側と分離される、小さな独立した大陸を形作ると考えていた。とはいささか性質を異にするという我々の信念を裏付けるものだった。もっとも、この仮説が誤りであることは後にバードによって立証された。ボーリング後、我々は発破を仕掛け、を振るった。そのようにして性質を明らかにしたいくつかの砂岩には、極めて興味深い化石の痕跡及び断片があった。特にシダ、海藻、三葉虫、海ユリ、舌角鉱や腹側鉱、のような軟体動物。これらは当該領域の原始時代の歴史との関連において真の重要性を持つと思われた。他にも、爆破によってできた深い開き鉱部から掘り出した3つの粘板岩の破片をレイクが組み合わせたところ、細かな溝を持つ奇妙な三角形の痕跡があり、一番大きな部分で直径が約30センチメートルだった。これらの破片は西の方、アレクサンドラ王妃山地近傍由来であり、生物学者たるレイクはそれら破片の上にある奇妙な痕跡の中に極めて不可解かつ物議を醸す何者かを見出したようだったが、私の地質学者としての目には水星岩に普通に見られる波紋用効果と考えておかしくないように見えた。というのも、そもそも粘板岩というものは堆積層が、作用により変性して生じたのに他ならないのであって、圧力それ自体が既存の痕跡に妙な歪曲効果を与えうるのだから、島上の圧痕があったからといってそんなに不思議がる必要があるとは思えなかったのだ。1931年1月6日、レイク、ピーボディ、ダンフォース、6名の学生全員、及び私自身が大型機2機に分乗して極点上空へと一気に飛んだ。途中一度突然の強風のために着陸を余儀なくされたが、幸運なことにそれは典型的な嵐にまでは発達しなかった。論文に書いたように、これは何度か言った観測飛行の一つだった。他の観測飛行の間、我々は以前の探検家たちが到達しなかった地域に新たな地形学的特徴を見出そうと試みた。この後者について言うと、初期の飛行は期待に背くものだったが、なんともファンタスティックで目を欺くような極地の蜃気楼の華麗な実例を見せてくれた。航海中に見えたのがその短縮版の予告編だったのだ。遠くの山脈が魔法の都市のように空中に浮かび、一面の白い世界が、真夜中の低い太陽の魔術を受けて、男性に今日の夢と冒険の国のような金、銀、
黄色が混ざり合う世界に溶解していった。曇り日の飛行はなかなか困難だった。雪の大地と空とが混然たる神秘的な乳白色の無と化し、それらを分け隔てる地平線が見えなくなってしまうからだ。ついに我々は当初の計画を実行に移そうと決意した。調査用飛行機を4機すべて投入して東に 800km 飛び、分割されたうちの小大陸側に属すると信じていた地点に新たな前進基地を設営する計画である。結局その仮説は誤りであったものの、比較検討するために、そこで地質学的な標本を採取できると好ましかったのだ。これまでのところ我々は最高の健康状態を維持してきた。缶詰、および塩漬けの決まりきった食事をライムジュースがよく補ってくれ、気温が総じて0度を上回っているおかげで一番暑い毛皮を着ないで済んでいた。今は成果であり、大胆かつ最新に行けば3月までには調査隊としての結論を出し、長い南極の夜を耐える辛い越冬を避けられるかもしれない。何度か西からの強風に襲われたが、応急的な飛行機用掩蔽壕と重い雪のブロックによる暴風域をこしらえたアトウッドの技量により、またキャンプの主要な建物を雪を用いて補強した結果、我々は損害を免れていた。我々の運の良さや効率の高さは、全くもって不思議なほどだった。外の世界は、無論のこと、我々のプログラムを知っており、また同時に、西を、というか、むしろ北西を、調査したいというレイクの異様かつ強情な主張についても知らされていた。新しい前進基地に一歳月歳を移動する前に予備調査をしてみたいというのだ。どうやら彼は粘板岩についていた三角形の縞模様のことで随分深く思考を巡らせ、驚くほどラディカルな願望を持っているらしい。その模様から、自然と地質学的年代との間の矛盾を読み取り、それがかの子浮き心をこの上なく先鋭化させ、同時に、問題の発掘された破片が明らかに属する西寄りの地下構造をめがけてもっと掘り進み葉っぱをかけたいという鈍乱な思いに沈潜させていったのだ。どういうわけか彼は、例の圧痕が、極めて古い時代に遡る。先カンブリア紀でなければカンブリア紀の、地層から得られたのにもかかわらず、何か未知かつ根本的に分類不能な大型有機体、それもかなり高度に進化した有機体のものだと確信していた。高度に進化した生命どころか、存在していたのは単細胞生物あるいはせいぜい三幼虫程度のものでしかなかった時代だというのに、奇妙な痕跡のあるこれらの破片は5億年から10億年も昔に生まれたものに違いないのである。